日はタマモノレールに乗ってみたいということで、ただいま高畑不動に向かっているところでございます。道中桜が綺麗だったので少し撮影しておりました。さてと、高畑不動の駅に着きましたが、どんなところなんでしょうかね。お初でございますよ。もうなんだか電車がすげえいっぱい止まってんね。高畑不動、ひらがな漢字ときたらカタカナというわけではありませんでした。多摩動物公園か。お、春の日帰りバス旅行、いいね。いちご狩りか、酒蔵巡り。これはなんだ。お、動物園は当分お休みなんですね。あるな。モノレール乗り場の文字発見しました。右側なんだね。っていうか高畑不動にも行ったことないからさ、行ってみようかなって思ったんだけど、まあとりあえず乗り場を先にチェックしてみようか。何この矢印、意味わかんない。どういうこと。何、ここの地形の形だったってことか。ただのまっすぐでよかったのに。つけ麺か、うまそうだね。お腹すいたな。お、モノレールの高畑不動駅着きましたね。で、モノレールって相場はいくらぐらいなんですかね。800円。一番遠くで400円ぐらいか。タマモノレール、猫キャラ発見。とりあえずもらっとく。こちらも猫キャラだけどケーキだからいっか。で、セット券、1日券、どっち。セット券って何。おお、昭和記念公園か。今日は寒いからララポートにしよっかな。はいはい、ちょっと待ってくださいよ。おお、なんか3枚出てきた。引き換え券と乗車券ね。はーい。で、高畑不動ってどこにあんの。その辺にあんの。どれどれ。あれが参道かな。結構遠いぞ。モノレールが来たから、じゃあ乗ってみようかね。と思ったけど、そっちにもなんか道がありますね。何があるんだ。線路があって、おお、電車いっぱい止まってましたね。お、かくれんぼしてる子発見しました。あちらにも働く車がおりましたね。10億人って何なんだろうな。あ、おにぎり美味しそうだな。あんま随分値上がりしたね。じゃあ取ってみましょうかね。どこに行く。そのままララポートに向かう。それとも多摩センターの方にでも行く。
まあお腹空いたからとりあえずララポートに向かおっかね。階段登ると見せかけてエレベーターに乗ります。はい、高畑不動、綺麗な駅だね。なんだろう、新しいのかな。昔からあるような気がしてたんだけどな。桜が綺麗ですね。時刻表は10分おきに来る感じか。お、おいら映っとりました。やった。1番ホーム電車が到着します。電車なんだね。来ました来ました。お、キリンさんの絵が描いてあるね。ちなみに車内にも先ほどのニャンコがおったな。短っ。なんだかすんごいゆっくり走ってんだけど、息がすぐにつくんだよね。間隔が短いのかね。もうなんだあれ、梨園かな、ぶどうかな。お、また対向車やってきましたよ。あの橋は何の橋かな。この川は何の川かな。青空が映って綺麗ですね。やったー。おー、また桜綺麗ですな。上から見る桜もいいですね。今日来てよかった。ちなみに足元にもにゃん。はい、立川の駅ですよ。っていうかさ、立川の駅2つもあんだよね。どういうことなんだろうな。というか、ものの1分もしないで次の駅に着いちゃった。でもこっちの方のがすごい人が多いね。湯沢屋があったな。高島屋があって、あ、赤いのなんだ。これはホテルかね。お、イケアがあったな。イケアは原宿にあったんだっけ。お、立ち日の文字発見しました。そろそろ着くかな。お、ここで運転手交代っていうか、カバン置かれちゃったな。しょうがない、横の景色をお楽しみくださいって。あれなんだ。もうあっちにも桜咲いとるな。お、ララポート出てきたんじゃないですかね。なんだか楽しげだな。はい、着きました。こんな感じ。ありがとね。なんだ、飛行機の絵が描いてあるね。飛行機がなんか関係あるのか。アリーナだって。アリーナもあんだね。まあひとまず出てみましょうかと思ったけど、何これ、立ち日ビーチ、ビーチがあるの。どういうこと。気になるね。10億人って何なんだろうな。はい、立飛駅に到着しました。寒い。お、早速ヘリコプターが見えたぞ。あれ、その辺に着いたっていうか、あれか、なんだあれが、ビーチ？何？テントがいっぱいあるけど、どういうこと？っていうかさ、ララポートはララポートでさ、
なんであんな噴水、意味がわからない。そんなに今日は暑くないんですけどね。お、白いモノレールもいたんだな。映画か、 RRR って映画がさ、なんか人気あるらしいじゃんか。まだやってんのかな、見てみたい気がするけどね。何に使おうかな。お、スカイビューデッキだって。ついでだからちょっと行ってみようか。スカイビューってそれのことかな。あれなんだよ、立ち入り禁止じゃねえか。スカイビューって感じのところは他になさそうだよね。じゃあ寒いから中に入ってみたけれども、引き換え券はこれだけでは使えないんだ。1回で変えてくれて。へえ。お、ニータもカゴに入ってれば買ってもらえるんじゃないのかね。まっすぐ行って真ん中を右、まあ、1階だからね。とりあえず降りて、お、総合案内所ありましたね。何、予約しないとレストランは入れないのかしら。へえ。うわー、これってここね。はい、8月末までにご利用くださいませ。ありがとうございます。あ、そうなんだね、今日使わなくてもいいんだ。って言ってももう来ないよね。ちなみに裏はこんな感じでした。じゃあレストランに行ってみよっかね。何があるかな。ジャスミンタチヒ、沼津寿司、寿司か、いいね。お、なにこれ、全部沼津だぜ。こちらはハンバーグ屋さんかね。これは大かまど、炊き込みご飯か、いいね。このでっかいリンゴは何ですかね、イタリアンかな。お、食べ放題の文字発見いたしました。いいね。じゃあこちらにしてみるかね。何、タッチパネルで受付しろってか。はいよ。あ、一人なのに5人にしちゃったよ。サバ読んじゃったよ、ごめんなさい。あ、はい、そうです、これで使えます。はい、大丈夫です。あ、はい。ライトコース、ライトコースはここに並んでるお料理、食事、うん、とデザート、はい、これお寿司とか小籠包とかスティーハンバーグとかステーキとかね。こちらの45分制というコースもあるんですけど、こちらからデザートを抜いたコース、うん、こちらデザート入って90分、ね、うん、90分45分、半分ってことですよね。でもデザートがついてない、入ってる。じゃあこっち、こっちです。はい、ドリンクバーが別料金なんですけど、うーん、じゃあいらないです。はい、お帰りの際お手数なんですが、中央に食事券コーナーございますので、使い終わりましたものはちらにご返却をお願いします。26番のお席、はい、26番の右側のお席です。はい、ありがとうございます。いやー、どれを食べたらいいんだ私は。お、あんこ発見。お席すぐそこにありましたね。1時55分だから2時25分までって感じか。何これ、ポケベル、醤油と、もう一個なんだ。で、私が食べれるのはどれだって。いや、間違って取らないようにしなきゃな。これは取っていいのか。ホットティーだからこれは取っちゃいけないやつか。うん、美味しそうだね。器がないな、しかしな。てかさ、平日の昼間だっつうのにさ、
すげえ人いっぱいいるんだよね。だからちょっとゆっくり撮れなくてごめんね。こんな感じ。ラーメン自分で作るんだな。でピザとか揚げ物のコーナー、唐揚げにラザニアにフライドポテトで、パスタがミートソースとトマトソースとホワイトソース、カレーが2種ありましたね。そしてこの辺が和食系のコーナー。お子様のお皿で取ろうかな。サラダがこんな感じ。お、わかめあったな。パフェバー、へー、これは私取っていいんだよね。ではお水でジャスティース。さてと、時間がないぞ。取れるところからどんどん取っていこうかね。ていうかさ、人いっぱいでさ、取れるところからさ取ってったから、本当に私が食べたいのかどうなのかよくわかんないで、どん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 取ってきちゃったんだよね。でもさ、考えてみたらさ、この量を一人で食べられるわけないじゃんね。あれ、やっちまったな。持ってくるだけに30分使っちまった。いただきます。最初は何する？まずはおはすのタピオカ。うん、味がしない。じゃああんこにトッピングしちゃおう。そして手作りのプリンは美味しゅうございますね。これが人生で最後のプリンになるかもしれないからね。そしてコーヒーゼリー、なかなか取れない。どうしよう、はあ、無事こぼさないで食べた。はい、完食。お次は麻婆豆腐と見せかけてのうどん。これは冷やしうどんでございました。うどん久しぶりに食べる、うまいな。今日は寒いけどうどんは美味しかった。そしてお次はカレー。武蔵野ブラックが気になったので取ってきたよ。うん、特にどの辺がブラックなのかわかんないけど美味しいカレーでした。はい、完食。お次はこれ何かなって思ったんだけどね、チキンとじゃがいものトマト煮だったね。美味しかったな。でトッピングになんかオリーブがあったから、オリーブも乗せてきた感じ。いやー、オリーブはうまいね。美味しゅうございます。というかさ、いちいち器がお椀なんだよね。だから結構見た目以上に量があるんだよな。残ったのはトマトソースにかけてね。でこのスープはどんなかなと思ったんだけど、里芋と大麦のスープだったね。美味しかったな。ソーセージは美味しくなかったけど、うちでも今度やってみようと。お次は、はい、和食系をとりあえず詰め込んできた。味がないのでね、麻婆豆腐をかけてみたよ。どうかな。麻婆豆腐うまいね。こりゃいいわ。白いご飯によく合うよね。で、ひじきと豆腐、味ついてないからね、豆腐ね。麻婆豆腐を追加だぜ。
全部混ぜ混ぜしたな。見た目は残念だけど、お味はどうですか？いやー、なんかひじきがなくて残念だな。麻婆豆腐だけ持ってくればよかった。あー、結構お腹いっぱいになってきたな。どうしようかな。次はどれにする？じゃあここいらでスープな。冷めないうちにね。ってすっかり冷めてるけど、オニオンスープだったかな。なんかもう味わってない。じゃあここで謎のいちごパウンドケーキ。程よい酸味が食欲をそそりますかね。意外と食べれた。ではお次はパエリア。パエリア美味しそうと思っていっぱい出てきちゃったんだけどさ、なんかさっぱりしたご飯で上に乗っかってるこのオレンジは食べるもんなのかな、飾りなのかな。食べれなかった。皮ごと食べるのかな、皮は残していいのかな、よくわかんないな。特別うまいもんでもないわな。じゃあ身だけほぐして混ぜ混ぜして食べてみたけど、なんかさらにさっぱり。おこげは美味しそうなんだけどね。味がないから、じゃあこのサラダのラタトゥイユおかずにして食べてみようかね。なんかさっぱりさっぱりっていう感じかな。このポテサラはどうかなと思ったけど大丈夫だった。そしてなんかタケノコの煮物があったんだけど、なんとも言えないな。こぼした、めっちゃこぼした。これじゃもうお嫁に行けない。で揚げ物系フライドポテト、別に持ってこなくてもよかったのにな。でもまあポテト好きだからな、やっぱ持ってきちゃうよね。そしてなぜかチップスがあったのでそれも持ってきた。ちょっと食べにくい。そして焼きそば、なんか違う気がするんだけど、そっか箸で食べればよかったんだな。焼きそばはやっぱり箸だぜ。そしてコロッケ、中身は何にも入ってない。いいね、こういうの大好き。じゃがいも大好きだぜ。おいしゅうございます。これはよかった。お腹いっぱいだけどな。もうね食べれる気がしないの。じゃあデザート、大行事、救えないな。これどうやって食べたらいいの？フォークで。おお、食べたね。じゃあこれで食べてみようか。これはリンゴゼリーみたいなもんかね。ライチでもないしな。はあ、酸味がちょっといい感じでしたかね。さあどれにする？考えられないな。サラダも別にいらなかったかな。オクラがあったから乗せてきちゃったけどね。まあドレッシングが美味しかったかな。
ついついトマトもね、この前食べたかったから乗せちゃったけど、なんか今日はトマト三昧っていう感じだな。ピザもさ、3種あったから1種類ずつ乗せてきちゃったけど、だいたい似たようなもんだからね、3つも乗せてこなくてよかったのにな。でもなんかこのチーズ乗ってないところ食べると、なんかもっと食べたくなるのはなんでなんだろうな。食べれないと思ったのに、ペロッと食っちまったよ。我ながらすげえな。じゃあ後悔しないうちに、この一番食べたかったあんこのデザート、タピオカあんこに入れたから美味しくなったよ。そしてナタデココとあんこ、そして白玉とあんこ、うん、間違いない。そしてみかんとあんこ、まあフルーツあみつ的な全部のせ。寒天ないんだよね。で最後は全部混ぜ混ぜして、はい、完食しました。もうこれで十分じゃないでしょうかね。っていうか時間がさ、もうね来ちゃったんだよね。どうしようこれ、片付けなきゃいけないし、ひとまず食べ終わったのは片付けてこようかね。でこれ過ぎちゃっても大丈夫なのかな、それとも追加料金とか取られるのかね、なんかわかんないね。片付けてたらね、食べ残しを捨てる場所があったね。あんまり無理しても意味ないからさ。いや、やっぱり無理だ、全部は食べきれない。ごめんなさい、今日は残します。大変失礼いたしました。ごちそうさまでした。いやー楽しかったです。忘れ物はないですかね。このアイス私取ってよかったのかな。やっぱり夕方はちょっと空いてくるね。今なら撮影しやすそうだったな。さてと、じゃあ次はどうする。高畑不動にでも行くと思ったけど、何さっきの噴水こんなびっちゃびちゃになるの、客席まで濡らしちゃっていいんですかと思ったけど、何これ、まさか雨ですか。雨降ってる、何これ、今日晴れてあったかいんじゃなかったのかよ。何これ、にゃんこモデル、猫専用のウォーターサーバー、そんなのあんの。猫お湯飲むのかな、猫舌じゃないのかな。ねえ突然の雨で誰も傘さしてないけどさ、結構降ってんだよね。高畑不動に向かう間に止むかな、それともどっか違うとこ行くと思ったけど、どんどん降ってくるんだよね。いやめっちゃ降っとるやんか。あれまあ、じゃあ今日はもういいかな。まあこの件は2日間有効らしいからね、また明日も来ればいいってこと？いやちょっと遠いな。桜デザイン、なんで大学の駅だけキーホルダーになってんの、意味わかんない。あ、何重ね押しスタンプ、
あ、そんなのあったんだ。これやればよかったかな。じゃあ一応ここだけ押してみようか。どんなだ？えいと思ったら向き逆だった。じゃあさらに押し直して、はい、意味わかんない、残念。てなわけで、多摩モノレールに乗ってみたでございました。楽しんでいただけてたら幸いでございます。2日間有効らしいのでね、天気を見ながら利用してみたらいいんじゃないでしょうか。本日も最後までご覧いただきありがとうございました。次回もまたお楽しみにね。バイナラー。